ボンジョルノー、あっちゃんです。今日はね、8月10日土曜日9時12分ということでね、9時12分、コーヒータイムでございますわ。去年家に在庫があったね、スタバのコーヒー、カフェベローナ。ああ苦味強いな、美味しいなこれ、うん、ちょっと苦味が強い、うん、あっちゃんの好きなタイプのコーヒーです。前ね、某コーヒー何ぼか種類や在庫があってね、でいつも飲んでるのがやっぱ美味しくて好きやねんね、上島コーヒーねが好きやねんけど、好きっていうか今の一番ハマってんねんけど、それがねもうあともうちょっとしかなくてね、まあ飲んでもってもいいねんけども、あと2つか1つか2つしかないねんけど、買いに行かなあかんなと思ってて、で何種類か飲んできた中でね、ハズレもあって酸っぱいのもあんねん、それもどうしてもね合わんかって、最後まで飲まんかったやつもあんねんぐらい酸っぱいのもあってね、でねんけども、でスタバのねこれはね、何やったっけな、カフェベローナやったかな、なんかやねんけども、どうしようかなーって前取ってんけどね、まあ飲んでみたら美味しいわ。スタバもね味があるからね、苦いのと、酸っぱいのとで、酸っぱいのってあっちのすごい嫌やねんけども、コーヒーの酸っぱいのが好きな人もおんねんて、そういう人たちのためのもんやから、別にね、なんで酸っぱいコーヒーなんかあんねんな、腐っとんのかなって最初思っとった思ったんやけどね、まあ、コーヒーって酸化したら酸っぱくなるでしょ、入れたては美味しいけど、ちょっと時間経ったら美味しくなくなる、だから酸っぱいコーヒーは酸化してるんやってずっと思うことだったんやけどね、そうじゃなく酸っぱいっていうコーヒーもあるみたいね、だからいいけどね、まあそれはもうだいぶ前に知ってんで、そのみきちゃんとコーヒーハマってね、2人でまあいろんなコーヒーを買ってきて、いろんなコーヒー試してた時期があってね、結局行き着いたところがね、エスプレッソが美味しいねって話でね、苦味のね強い、またコーヒーもねいろんな試してしてもいいんだけどね、今はね、紙に入っとってジューってお湯を注ぐだけでドリップができるっていうやつね、でもインスタントもね一時期もうめんどくさくてインスタントを飲んでた時期があってんけど、やっぱりインスタントよりもドリップの方が香りが高いの、ね、であとすっきりしてるの、ね、前にも話したと思うんだけどね、インスタントは豆を全部すりつぶして豆を食べてる飲んでるの、ね、でドリップは豆にお湯をかけてこして飲む、だからドリップの方が体に優しいのは、まあ、そういうことって言うけども、カフェインはインスタントの方が強いしね、で味わい自体ねやっぱり豆をひいて行って飲むのが一番いいんだけどね、その豆をひいていったかも、豆を行ってから引くんだけどね、豆を木豆を買うてきている時点でもう酸化していくんだよね、でそれで時間経ったら分かんし、で引いて引き立てが一番おいしい、一番入り立て引き立てが一番おいしい、だから行って1週間じゃあ1ヶ月かせめて1ヶ月飲んできた1週間以内飲む、で引いたら引いたその瞬間に入れてるの、もう引いた豆を置いとかない、だからよう豆買ってお店で引いてもらうけど、あれやっちゃうとすごく香りが落ちる、こんなんもあるから、中の紙に入ってるやつとほんまはよろしくはなかったですね、それでもやっぱりドリップはうまいなって思う、でもね、ほんまによく言われてる、ね、ドリップコーヒーとかって市販でされてるやつはもうある意味腐ってる、まあ、腐ってるって言い方すごい極端やけど、コーヒーの好きな人はやっぱりお店で売ってる豆は腐ってるっていうのを
だから木豆を買ってきて自分でいるっていう、そこまでは極めるのもええのかもわからんけどね、大変ね。でもね、趣味ってそんなもんやと思う。わざわざ面倒くさい方を選ぶっていうのが趣味だよね。だってさ、プラモデルでもそうやん、細かいものを組み立ててさ、時間かけて組み立てんやったらさ、出来上がった富かかってるほらいいやん、うん、そういうことやと思うんだけどね。わざわざそういうね、バラバラのものを買ってきて好きな色塗ってこだわって作るってのもね、でもね、工場で作られて出来上がって、色も塗られて出来上がってきたトミカの方が綺麗かったりするね。自分で作るのって難しいもんね。わざわざそういうのをやるよりもね、まあこんな感じでね、今日はね、土曜日いうことでね、ちょっとゆるゆると話をしていきましょうかね。でも、まだ寝舞台ね、9時何分、40分かぐらいに起きて目覚めて、で、あれ取って、ソーレ取って、で、すぐにコーヒー入れて、今やからね。だからけどね。で今日はね、なんで、あれ、こんなしてんの帰ったら、なんでって言うんだけど、こうやってね、上、こう、ね、今日は趣味動画を撮る日、模型をね、作って、で、ゲームはね、ちょっとね、数分やったんだけど、やりたいゲームはね、まだできてないねんね。ちょっとね、この前の、こ渋谷異変交差点渋谷のゲームをちょっとやりたいのと、あともう一つね、まだ紹介してないゲームがね、ちょっとそれはね、ホラーじゃなくね、ちょっと面白い系のゲーム、それをやりたいな。あとレースゲームもね、ちょっと新しくまだやったことないゲームがあってね、それやりたいなと思って。こんな感じでね、もうそろそろね、お茶が沸くと思うんだけどね、でお茶が沸いたら止めに行かなあかんなと思ってちょっと待機してるんだけどねまあこう日立つだもんね、この時間にとってしゃなあかんのよ、あっちゃんは一日スタートしゃなあかんねんけどね、バーッと沸いたらちょっと止めてくるわ。はい、ね、お茶を止めてきてね、これでね、またね、まあ、数時間経ってぬるくなったら入れて冷蔵庫、今はね、1日4回沸かしてたのが3回に減って、ちょっとやっぱその温度下がってるのもあるし、あと鶴瓶の寒麦茶買ったからね、それで補ってるのもあるから、1日1回、または1回じゃ1日2回か3回やねんね。で、冷めてなくってなくなった場合は噛んでって感じだよね。入れるようにしてたけどね、まあ、なかなかね、飲み物がないとどうしてもね、乾燥、喉が渇いたら、なんていうのかな、喉が渇いてから飲んではあかんのよね、熱中症っていうのはね。だから喉渇く前にちょびり飲まなあかん。1日ね、ほんまは水の方がええね、水道水やし、浄水してもね、いまいち微妙なところもあるし、1日2リッターってことは4人で8リッターの、要は夜間2本分やね、夜間1杯で4リッターやから、夜間2つ で4人分って感じだから、ね、ほんま多い時でその場合1日4回ぐらい沸かせた時期があるから、1日4リッターぐらい、まあ全員が全員じゃないけどね、のめっちゃ飲む人と飲まへん人と分かれてくるんだよね。あっちゃん集中したら飲まへんかったりするから、気ぃついたら熱中症になっとったみたいなね
まあ、気をつけましょうね。家の中の熱中症で外でなるよりも家でなる方が多いっていうぐらい家で熱中になる人多いらしいの。で家ってね、日が当たってへんから暑いから熱中症になるんじゃなくね、家の中でもやっぱり体の中から水分が失われたりしたら、熱中になるからね、気をつけましょうねって。まあ、まだでもね、熱中症って10月ぐらいまで気をつけなかったらしいね。だから、気をつけて選んだ方がいいんだよね。家の外におったら暑いでしょ。暑いから何か飲もうとするし、で暑いから乾きを感じないね。家の中って乾きを感じないねって。で温度もやけど湿度がやっぱりし、で外の方が湿度の調整は自然でされてんだけど、家の中って湿度管理できてんのってね、昔のね日本家屋っていうのは木造建築がねうまいことできてて、木が水分を吸収してくれて、乾いてきたら木から水分を出してくれるから、湿度の管理ね良かったって。今の家っていうのは新素材でできてたり外材でできてたりするから良くないんやって。だから今の方が環境が悪い。でこれってね、昔の日本家屋っていうのは木造建築で、屋根が瓦屋根で、舗装道路ってほとんどなかったよね。だから良かったんやけど、今日本って 98%、99% 舗装されてるよね。もうその時点で水分を吸収して放出しなくなってきてるね。で、道路っていうのは水分を蓄えて吸収する。で、乾いたらそれを放出する。それがね、砂塵が上がったり、で土でドロドロになったりって言ってバランス取ってんのよね。で、それが舗装路になった時点でもうそのバランスが崩れてきてる。で、家も、コンクリート、鉄筋、鉄骨、ブロック、木造土壁、塗り壁っていうのがやっぱ良かったんで、水分を吸収して放出するっていうのも。で、瓦屋根っていうのも、瓦っていうのは、やっぱり砂を固めたものやから、ある程度水を弾いて流すけども、ある程度水分を吸収して、ね、瓦の厚みがあるから、その分熱も反射してある程度吸収してたのに、で夜になっても熱を蓄えるっていうのは今の新素材のね屋根で、で瓦屋根っていうのがいいらしい、そこね、やっぱ家建てる時っていうのは日本建築っていうのはやっぱりいいらしい、高いけどね。そういうところをね、やっぱりまあそうじゃない家が増えてきてるから、こうやって温度がね上がるっていうのは、家の中が激しく来てます。何ちゅうかな、過酷な状況になる。だから家の中で熱中症になるっていうのは、やっぱり新素材の家の方が多いし、日本家屋っていうのはその辺バランス取れてるらしい。でも周りがそうじゃないからね、気温が上がってきてるんだけどね。だからやっぱり昔の日本人のお家って、日本建築のお家っていうのは、すごい優れててなって。もうそう思ったら先人の知恵ってすごいなと思う。だからね、家の形状とか家の素材って変わってくる。だから家建てんのやったら本当にそういうところこだわって建てたらええんやろなと思う。でも高いからね、できへん。だからね、今でこそ家建てんのってなんでもあっちゅう間に、変な話ね、朝通勤して夜帰ってきたら家建てたってことない。あちゃんってね、昔ね、友達の家やねんけど、あちゃんの同級生のこの実家やねんけど、そこの前をね、朝10時ぐらいに車を引き取りにその家の前ずっと通って行ったんよ。ほんなら家がね、あじゃあ前日行ったら家があったんよ。通ってね、仕事で車引き取りに行っとってね、通ったら家があってんけど、その日の、翌日行ったら家がなくなっとったんや、綺麗に一日で解体されてるね。でそれと見た時に、なんかねでっかい箱が置いてあるトラックが止まっとったんや。で夕方車の納車しに行ったら家が建っとったんや。あーみたいなんて。でなんかその友達に聞いたら、なんて 2x4 っていうのが
ブロックハウスって、ブロックハウスって何ていうかな、こう箱になって、家を、箱をポンポンポンって置いたらできるんやって、一部屋ずつ、一部屋ずつ、ワンブロックずつ置いて、ブユーッとクレーンで突然、ポスンポスンってブロック組むみたいにね、組んでる、テトリスみたいな感じに、ポンポンポンって積み上げていくんやって。で、そこから屋根作って、中作りしゃんなんから、結局家が出来上がるのは、1ヶ月ぐらいかかるらしいんだけどね。で、1ヶ月ぐらいで家ができて、で、遊びに行ってんけど、めちゃくちゃ綺麗な、ほんま普通の家ね。でも、箱出てきて、ね、こんな感じで1ヶ月で経つんだけど、日本建築っていうのは何年もかける。何ヶ月じゃないし、何年とか。だから、まあ、それはね、いろんなのがあってね、あの大工さんが来て、一から木を立ててね、立てていくんだけども、とりあえず外作りできてから壁塗る、壁塗ってからもう 何ヶ月で乾かすみたいな感じでね。で、家作りなんかでも1回先作って2回はまた後で作るとかみたいな感じでね。ないけど今はね、もう機械的にボンボンボンって言ってかなくなって。今物価も違うからね、でねけど、昔はね、1000万もあったらすごいいい家だったのね、昭和の頃にね。2、300から1000万、2、300から建って、だいたい500とか、1000万もあったら十分いい家が建ったね。その頃、ランボルギーニカウンタックが1200万ぐらいだったね。で、今、ランボルギーニカウンタックが3億ない。ってことは、20倍ぐらいになってんね。ってことは1000万やから1億の2億ぐらいかな、今の家でね。物価で言うてる。まあ、あのカウンタックで比べるなっちゃう話だけど。でもその当時ね、クラウンが200万ちょい、250万とか300万ぐらい。今クラウン700万ぐらいでしょ。まあ倍ぐらい。倍としてね、1000万やったら2000万。2000万であんな豪邸建たんな、うん。やっぱりランボルギーニで比べるのがいいか。そう思ったらカウンタックがね、今3億するけど、そんなに高くないんやな。高くないっていうか、昔の1000万ってそれぐらいの価値やったんやろなと思って。でもね、あっちゃん子供の頃、1000万っていうのはすごい金額やったんやね。でも今1000万って言ったら、なんか稼げれん金額じゃなくなってきてね。そんな、何言ってんの貧乏に YouTuber がって言われるけど、実際1000万稼ごうと思う。稼ぐうちが1000万って言ったらさ、車が700、800とかするじゃん。で、1000万ってほんまにね、ちょっとしたらいる金額なんよね。で、大体みんなね、お家建てたりしたら1000万だったら、ちっちゃい家建てても1000万ぐらいとかあるやん。でもやっぱり1000万ぐらいの家、1000万なら家ただね、土地から流したら2000万、3000万よね。ちょうどこの前、昨日かな、広告入っとって載せたけど、あの、お家の広告入っとってんけど、この近所でね、中古物件でね、2400万とか、で出てんのよ。そんな感じでね、やっぱり2000万とかの家で、それがまた売れるってことは、それぐらいのお金みんな払うってことだよね。でもね、どう思ったら1000万って普通のお金だよね。だってさ、月20万稼いだら年間240万でしょ。でもボーナス別でね、月20万で、240万ってことは4年で1000万ぐらい貯まるというか収入を得てるんだよね。そう思ったらね、あの、まあ、1000万ってそんなに遠い金額じゃないんやなって。だから宝くじもね、昔は1等1000万ってすげえって言ってたのに、今1等7億とか8億で、ね、だから1000万で夢って言えんくなった時代になってきてるんやろうなって思って。なんか物価上昇で、だってペットボトルが今180円、60円、80円、160円しな。でも買わへんから最近は。これすんでしょ。あのスーパーで60円で買うてるけど。昔はね、缶コーラ、じゃあ瓶コーラが50円とかやってる、ね。タバコもそうでしょ。昔100、200円ぐらいやったんが今600円、700円するのかな。知らん、吸わへんから知らんけどね。だからそう思ったら物価って上がってるんやなと思う。のに給料って上がってないよね。なんでやねん。あっちゃんの給料下がりっぱなしやないか。なんでやねん。みんな見てね。
あの動画見てくださいね。みんなが見てくれへんかったらちゃんの給料上がらへんので、皆さん見てください、よろしく。ということでね、いいオチがついたんで、今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ということで今日も一日楽しくいきましょう。今日はね、8月10日土曜日ということで、土曜日の夜、9時からは裏チャンネルで模型ライブ、今日もね、ユンボ引き続き作っていくんでね、この前そういやね、後ろにね、ユンボの後ろに重りを入れな、あ、一番上、後ろに重り入れながらね、もう30ぐらいの重りがなかった、前の実家へと似てね、実家にね、スロットカーやってた頃に、車のね、ホイールバランス取るためのウエートがね、ね、それが何個か持っとったから、それと似てきて、それ入れたら30グラムの重りに入るんでね、30グラムの重り後ろへんかったら、前のこのブームでポテンって前こけるやん。だから後ろにバランス取るの。入れとけよね、そんな重りね。それ入ってなかったんで、絶対いるもんよ。やった、入れといてくれたよね。サービスの悪い。長谷川めということでね、今日はそれをつけてね、ライブでユンボ引き続き作っていこうかなと思うんでね、まあ、今日のライブ、裏チャンネルでユンボ、作り、見ていただければ、ね、であちゃんも模型でね作ってる間喋られへんかったですね、もう脱談して楽しんでくれたらいいんでね、脱談楽しみに来てくださいということで、裏チャンネルの模型制作ライブ、約ね9時で21時から23時、2時間ぐらいの、2時間程度のライブになるんでね、ぜひぜひ、裏チャンネル、プラモデル制作ライブ遊びに来てくださいね。待ってます。ということで、今日のあっちゃんのコーヒー雑談、この辺で終わりにしたいと思います。まあ、土曜日、今日はプラモデル三昧の一日にしようと思ってるあっちゃんでした。またね、バイバイ。今日も一日楽しくいきましょう。もうお盆休みでね、土曜日ということでね、本当にね、日頃の疲れをゆるっと過ごしてくださいね、まあね、休みやからこそやらないことあるか分からんけどね、まあ楽しい祝日にしてください。くれぐれも事故のないようにね。